小説我が輩は猫であるや坊ちゃんなどで知られる明治の文豪夏目漱石。漱石は岡山で暮らしていた義理の姉を訪ねて1ヶ月ほど滞在するなど、岡山でのゆかりも伝えられています。その漱石の肉声を記録したものが岡山県の隣、広島県内の旧家で受け継がれてきました。これが漱石先生の前にあったと思うとね、なんとかしてね、再生していただきたいですね。長さがおよそ10センチの丸い筒、老館。この中に夏目漱石の肉声が録音されていますが、残念ながら劣化が進み、現在は声を聞くことができません。老館とは、今からおよそ150年前の1877年、アメリカの発明王エジソンが手掛けた蓄音機で使用する記録媒体です。老館は円盤レコードの前身で、天然のろうなどを原料に作られています。音楽や声などが収録された部分が溝として刻まれます。漱石の声を録音したのは安春さんの曽祖父正文さんです。掛家は江戸時代の初めから製鉄業や銀行業などを営んできた地元の名士で、正文さんは明治37年に東京帝国大学の英文学科に入学、漱石の下で学んでいました。おしゃれで面白いユーモアにあふれた人だったと、非常に尊敬してたもんですから。しかし正文さんは家業を継ぐために入学した翌年、実家のある広島へと戻ることになりました。そこで慕っていた恩師の声を広島でも聞きたいと思い、漱石の元を訪ね、老館に声を吹き込んでもらいました。どうしても漱石先生の声が聞きたいということで、蓄音機を購入して老館に吹き込んでもらったというふうに聞いております。そのユーモアにあふれたような内容が吹き込まれていたというふうに聞いています。漱石の声を記録した老館ですが、100年以上の月日が経ち、カビに侵食されるなどし劣化が進み、最後に声が聞こえたのは1919年と伝えられています。漱石先生のことが大好きだったものですから、何度も何度も聞いてたみたいで、長年蔵にしまってたということで、表面が非常に傷んでるということで、なかなか難しいと聞いております。これまでに大学の研究者が再生を試みましたが、残念ながら漱石の声を聞くことができませんでした。安春さんの元には当時正文さんが所有していた老館が複数残されていますが、すべて劣化が進んでいます。画面の左が正文さんの天然のろうを主原料に作られた老館、一方右が人工樹脂を主原料に作られたもので、現在も再生することが可能なものです。天然のものは音声を記録している溝の部分を確認することが難しいことがわかります。フィルムなどの古い映像の保存アーカイブなどに取り組む岡山映像ライブラリーセンターです。これ今日の四季と書いてありますね。歌いか三味線かそんなものかなと思ったりしてるんですけど、おことかもしれません。それは聞いてみないとわからないけど。 RSK では安春さんから漱石の声を録音した時代と同じ時期に音楽などを収録したとされる別の老館を預かり、再生できないかを試みました。老館から型を作り複製を作成したものの、残念ながら完全に再現するまではできませんでした。ほとんど溝がないので、これをかけてみても音が出ないんじゃないかな。これ以外の方法が何かあるのかなと。リサーチを進めていくうちに、大分県の由布市に今でも老館を再生できる蓄音機が残されているとの情報を得て、取材班は現地へ向かいました。蓄音機の専門店を営む
梅田秀樹さんです。梅田さんは本業の傍ら、東京大学の総合研究博物館で蓄音機の修理やメンテナンスなどを手掛けています。そのパテの、うわ、でも溝らしきものは見えなくもないという、これはほとんどもうカビに食い尽くされた感じがするので、何か聞こえるかどうかは分かりませんよね。やってみますか。 RSK が預かっている老管を蓄音機にかけてみることに。果たして音は聞こえるのでしょうか。およそ2分の再生時間、声や音楽などの音を聞くことはできませんでした。何も痕跡はありませんでした。2本目の老管も蓄音機に。いや、極めてないと思いますね。この2本がこういう状態で、漱石の声だけが特別に残ってるっていうのは非常に考えにくいので、多分やってみても同じでしょうし、レーザーによる読み取りとかっていう領域を超えても無理なんじゃないかなという気はします。残された可能性について梅田さんは、もう50年後のテクノロジーかなんか分かりませんけど、そういうことで可能性があるっていうか、またねできるのかもしれないけど、ロマンとしてずっと保存されてる方が夢があると思います。夏目漱石の声が記録された老管、果たして漱石はどのような声なのか。いつか聞こえるその日まで、ロマンは膨らむばかりです。